英雄戦チャンネルの時間です。さあ今回はゲゲゲの鬼太郎、はい、三木しげる先生ですね。そうですね。いや、まあ、これあの店に持ってきてたものなんで、はい、まあ、あんまり大したものはないんですけど、貯金箱、貯金箱、トーキングマシンですね。トーキングマシン、しゃべるやつ、しゃべるんですか。電池が切れてるんでしょうけど。なるほど、はいはいはい。もう鬼太郎といえば、はい、目玉親父。そうです、ね、もう出番はさほど多くないけどキャラがめちゃくちゃ立ってますよね。そう、あの西さんは今やってるシリーズの目玉親父知ってます？あの今やってるのは知ってるんですけど、よく見たことはないんですよ。ああ、息子の鬼太郎がピンチになると、うん、体があった頃の親父に帰るんですよ。それがめちゃくちゃ男前で。マジですか？マジです、マジです。で、息子の鬼太郎は指鉄砲ってこう指をピレーッと飛ばすんですけど、うん、親父さんは人間体、人間体というか体を飛び戻した時に、はい、こうやって打つんですよ。悠々白書のね、ユースケが打つレイガーみたいな格好で、うん、今すごい人気が出てますよ。なるほどね。目玉親父、水木しげる先生って、まあ、オカルトっぽいのが結構書かれてて、はいはい、この鬼太郎に出る前の作品、僕は実は水木しげる先生記念館、はい、行ったことあるんですよ、はい、相当すごいんですよね、なんかその、そうな勉強っていうか。SF も書いてるんですよね、ロケットマンとかね、うん、なんかすごい漫画家ですよね。ですよね。で、その、俗に言う、こういうお化けでもなくて、その、なんか、ね、幽霊でもない、こういう新しいキャラで図鑑みたいなのも全部作られて、点描がすごいですよね。すごいんですよね。僕はあの鬼太郎で好きなの砂掛けババアとか、あと猫女でしたっけ。なんか砂掛けババアのババアの部分の言い方が西でしたね。もう一回いきますか。いやいや、砂掛けババア面白いか。あの猫女とか小泣きじじい、もちろんネズミ小僧、ネズミ男、まあ、ネズミ男、はい、そうですかねえ、はい、もう超有名じゃないですか。あのゲゲの鬼太郎と同じで、それぞれに頭につくのって知ってますよ。ネズミ男の上につくんです。例えばどこですか？ビビビのネズミ男って言うんですよ。マジで、はい、は今や猫娘も名乗ってますよ。なるほど、はい、なるほど。なんでしょう、知らないですか？そう、紹介されてますよ。ニャニャニャの猫娘なんですよ。そう、今作ってませんか？大丈夫？いや、大丈夫ですよ、本当に。ビビビはこう殴った男ですよ。何がいいか、もうちょっと時間がないんですけど、僕はね、ゲゲゲの鬼太郎の歌が好きなんですよ。で、子供の時に、お化けは学校も行かなくていいと、はい、あれで憧れてお化けになりたかったんです。学校に行かなくていいんです。試験も勉強もなんか宿題もないっていう。西のルーツはそこにあるんですよ。そこにあるんです。だから学校には、なんでですか。もういいです、本当に。ありがとうございました。